どうも、イマジノスでございます。ですね、今までゆっくり解説を使っていろいろ上げてきたんですけれども、収益化剥奪っていうメールが来ましてですね、でどうやら調べてみるとゆっくりを使っているとそういうことが起こるらしいということで、こういう形でちょっとやってみようかなと、試験的にですけどね。で、第1回何にしようかなと思ったんですけれども、先週ハードオフちょっと行ったらなかなかいいものを見つけましたので、それをちょっとご紹介しようかなと思います。これがね、こちら、はい、マークソンの PUE チューブ、ね、PUE5 チューブでございます。こちらがですね、お値段見えるかな、はい、1100円。これね、中古相場だとだいたいね1万円から1万3000円、高いと1万6000円ぐらいで出してる時もあります、ね、で、なんでそんなに人気なのかというと、これですね、チューブスクリーマーが入ってる。で、もう一つ歪みが入ってるんですけど、これチューブドライブって書いてあるんですけども、ゲインにレベル2で3バンドイコライザーで、ここに真空管が入ってるんですよ。ということはですね、マクソンでこのタイプだとおそらく ROD だと思いますね。ROD、リアルオーバードライブでチューブスクリーマーっていう組み合わせがこれでできると。でそれにデジタルディレイ、そしてコーラスが入っているというフロア型マルチエフェクターでございます。これがだいたいね1991年に発売されたものだそうでございまして、これの前の PUE5 というチューブが入ってないやつを前に持ってたんですけれども、あれはいつだったかな、3年ぐらい前かな、持ってたんですけど、アース不良のノイズがどうしても取れなかったんですよ。取れなくて、でしょうがなくてね、これは手に負えないなと思ってヤフオクに出したんです、ジャンクとしてね。そしたら5000円の値がついて、あれ結構これっていい機種なんじゃねえのっていう感じで、まあ安かったらまた手に入れたいなと思ってたら、今回この PUE5 チューブという後継機種ですね、それが手に入りましたと。で、この値札のとこにね、どうしよう、見えるか、ここに NG っていう字があるんですね。これ NG っていうのはどうもノーグッド、使えないよっていう意味らしいんですよ。会計の時におそらくこれ使えませんよっていうふうに店員に言われたんですけど、家に帰ってね、コンセントつないでスイッチパチって入れてみたら普通に使えましたね。こういうのがあるからハードオフやめられないんですよ。で多分ね、電源を入れると デフォルトでこのパス、ね、バイパススイッチがオンになってる状態になるんで、それでエフェクトが変わらないという、そういう判断をしたんだと思います。残念ながらこれは十分使えます。ということで音の方聞いてみましょう。はい、使うアンプなんですけど、こちらですね、フェンダーのチャンプ600です。一応真空管で動いてるやつなんですけど、このボリュームが1個しかないという非常に潔いアンプですね。これをつないでやってみましょう。はい、では音の方を出していきましょう。現在ですね、スイッチを入れますとデフォでこのパスのところにダンプがついてます。で、これをこれでこのままですと、今フロントで弾いてます。はい、これ取りますとですね、こういう感じでチューブスクリーマーの音ですね。で、こっちがチューブドライブの音が、結構歪みますね。もうちょっと落としてもいいかなって感じですね。これこのぐらいでも、
チューブスクリーマーをオンにすると、結構あれですね、ゲインそんなに上げなくてもいいんじゃないかって感じですね。逆にこっちのゲインを下げて上げると、こうか、ちょっとでかいかな。感じになるんですね。これ原因は4ぐらいでいいんじゃないかな。こういう感じですね。はい、続いてディレイですね。ディレイどんな感じなんでしょうか。あ、これループだ。ディレイ行ってみましょう。ディレイタイムをちょっとこうしてリピートもこういう感じかな。悪くはないですね。じゃあこのレベルをこうして、今ね256から1024マイクロセコンドになってるんで、今度ちょっと変えて、もうちょっと短いディレイ。お風呂みたいになっちゃったね。これチューブスクリーマー入れた感じだと、風呂だね。ショートだと、まあダブリングですね、これだと。なるほどなるほど。次コーラス入れてみましょうか。あ、このコーラスちょっと気持ちいいかもしんない。リアとセンターのハーフトーンで弾いてみましょう。これディレイかますると、これで、気持ちいいですね。なるほどなるほど、このコーラスは使えるな。はい、それでね、このエフェクター、このモードがプレイとセレクトっていうのがあって、このね、例えばチューブスクリーマーを入れた状態、これをセットでここっていうふうにやると、もう
1を押すとチューブスクリーマーだけが動くようになると。でもう一回モードをセレクトにして、今度チューブスクリーマーとチューブドライブ両方鳴るっていうソロ向きの音にしてから、これセットを押してこれ2番にします。そうすると1番を押した時はチューブスクリーマー、2番を押した時はチューブドライブというふうに使えます。でもう一回セレクトにして、チューブドライブとコーラス、コーラスにしてみようかな。これレベルをもうちょっと下げようかな。これに、3番をチューブドライブとコーラス、これでセットで、これ3番を押します。そうすると3番はこの組み合わせで、そうですね、4番をじゃあまたセレクトにして、歪みなしのコーラスのみにしましょうか。コーラスのみでこれで4番で、5番はどうしようかな。チューブスクリーマープラスコーラス、これでいいんじゃないかな。じゃあこれでセットしちゃいましょう。これ5番っていうふうにやると、もうあれですね、1番チューブスクリーマーのみ、2番思いっきり歪ましたソロ向きで、3番がコーラスのあるディストーションで、4番がコーラスのみで、で5番がトリックプレー向き。こういう感じでセッティングが決まりましたね。はい、以上です。はい、そんなわけでですね、大体10分ぐらいで音作り完了しまして、まあこんな感じですね。意外とね、がっつり歪ませなくてもね、歪みは使えますね、これ。うん。で、ディレイに関しては、ちょっとディレイ音の方が、最後の方には何回か繰り返すとすごく不安定な感じになるんですけども、まあそれも一つの味なのかなっていう感じですね。最近のやっぱり、綺麗なデジタルディレイっていうのに慣れてると、ちょっと違和感はあると思いますけど。まあ、使い方次第だと思います。で、コーラス、これ結構優秀ですね。綺麗に柔らかくかかってくれるんで、僕は好きですね。うん、ということで、今回これが1100円で手に入ったっていうのは非常に、良かったなと。で、まあね、今のマルチエフェクターっていうのは、仮想空間にエフェクトを並べるっていう感じなんで、どうしてもパラメータとかを一個一個細かくやってくる必要なんですけど、これはもう完全に物理なんで、並べ替えはできないですけど、でもパパパパパッとこうイメージで直感的に作れるっていうのは非常にいいですね。で、音が古いかっていうとそんな古い感じはしないです。うん、で、もともとチューブスクリーマーにしても ROD にしてもアンプありきの歪みだと思うんで、その辺をうまくこう使っていくといいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ本当に、まあ皆さんもね、これ5、6000円であったらぜひ買って試してみていただきたいなと思う、そんな品物でございます。というわけで、第1回のこのこんなん買ったよ、マクソンの PUE5 チューブ、見事に大勝利。ではまた。